このレッスンではアニメーションの原理、すなわちコンピューターのグラフィックスでどのようにアニメーションを生み出せばいいのかについて学びます。それではアセットのマニュアル .html を Google Chrome で開いてください。html を開くとこのような四角形が表示されます。コンピューターでアニメーションを生み出すためには画像を少しずつ変化させながら高速に画面を切り替えていく必要があります。 人間の視覚と脳はそのような切り替えが毎秒10枚から12倍程度の速さになるとだんだんそれがアニメーションしてきているように認識するようになると言われています。それではこちらのブラウザーをクリックしてみてください。クリックするとこのように四角形の位置が変化します。少し早くクリックするとこのように四角形が少し滑らかに回転します。 それでは高速にクリックしてみてください。あるいはキーボードでも構いません。何らかのキーを押せばこのように四角形が更新されます。アニメーションしているように見えるでしょうか通常コンピューターでアニメーションを表示させる場合にはタイマーで自動的に更新をかけますのでこのようなことをする必要はありません。ご安心ください。それではアセットの auto.html を開いてください。 auto.html を開くと、このように四角形の表示が一定間隔で更新されます。初期状態では 5fps、すなわち毎秒5枚の間隔で更新されています。それでは、この fps をだんだんと上げていってみましょう。スライダーをクリックしてキーボードの右を押せば、スライダーの値を変化させることができます。左に押せば下がっていきます。 一番左までスライダーを持っていくと 1fps、つまり毎秒1枚間隔での更新です。ではこれをもう少し上に上げて 12fps 程度にしてみましょう。それなりにアニメーションをしているようにも見えますが、まだまだ違和感があります。ではこれを 24fps まで持っていきましょう。24fps は通常映画で使われているフレームレートです。それなりに滑らかに見えますが、 まだ若干の荒さがあるようにも感じます。ビデオゲームは通常 30fps または 60fps です。では 60fps まで上げてみましょう。するとかなり滑らかになりました。60fps では1フレームに許された処理の時間は約16ミリ秒です。この16ミリ秒の間に全ての計算を行って 画像の更新に間に合わせなければなりません。このため、ビデオゲームの開発ではフレームレートの維持にかなりの労力が費やされています。このレッスンでは、アニメーションの原理について学びました。